はい、どうもロットンです。今回はデイリーレース C、グループ1のレースになります。今回のデイリーレース C はちょっと難易度が高いかもしれないです。コースがサンクロワサーキット C っていうところになるんですね。このサンクロワサーキットっていうのが、おそらく GT スポーツで最も影の薄いサーキットかもしれないです。みんな、あんまり走り込んでないコースレイアウトだと思うので、単純にドライバーの腕が試されるようなレースになると思います。7周ですね。1周あたりも結構長いので、コースを覚えてないとかなり不利になっちゃう。なんか難しいんだよ、もう。サーキットエクスペリエンス以来走ってないからね、このコース。まあ、そんなんでやっていきます。そう、はい。車両は今回トマホーク選んできました。どうなるかな、加速は置いてかれるか、やっぱり。はい。で、まずは1コーナー、2コーナー。よっしょ。とりあえず大きくは離されてない。大きくは離されてない。加速はちょっと置いてかれちゃうけど、まあこれはしょうがないか。車の性能さ。おー、みんな行き過ぎ。釣られちゃった。うおー。なんでお前。はい。こういうなんかスピンとかも出てくるんで、ちょっと怖いな、ここは。走り慣れてないから、どう走ればいいかわかんないし、前で突然コースアウトしてる車もいるし。はい。何もせずに順位が3つぐらい上がってる。はい。私も当然のごとく、コースは覚えていません。覚えてないので、もう前の車信じて、前の車のラインをトレースしています。そうそう、ここ跳ねたんだった。おぉ。難しいな。で、今回7周で、タイヤ使用義務がミディアムとソフトになってるんで、ピットインが必要です。おぉ、わかんねえ、走り方。普通に上手い人は、どんどん前行くわ。うめえ。はい。さあ、こっからがトマホークの見せ場。トップスピードが伸びるトマホーク。どこまで差を縮められるかな。うん、どんどん詰まっていく。詰まっていくけど、そんな目に見えて。よし。はい。この辺はまだ全然覚えられてねえわ。どう走ればいいかわかんねえ。で、ああ、わかんねえ。こっちか。うん。これちょっと強めのブレーキが必要だった気がする。よくわかんねえ。で、最終コーナー、アウト側を思いっきり使える。うわぁ、全然わかんねえわ、これ。なかなか普通なレースになるぞ。よし。やっぱ立ち上がりを打てかれるか、LMP に。加速は、まあ当然のごとく、4駆のハイブリッドの方がすごいわ。後ろが来た。いつの間にか来てる。わかんねえ、走り方が。
ついていくだけで精一杯だわ。いや、ついていっても、ついていくこともできてね。コースがわかんないから、かなりしんどい。サンクロは人気ないからな。どうしよう。後ろが近づいてんな。あれもルマンか。おーし。後ろが速え。次あたりで来るかな。後ろが迫ってくる。前に思いっきり離されちゃう。ここはまあおとなしく前譲ろう。いいよいいよ。ここはちょっとミスったのかな。よし、ここはもう走り慣れてそうな7位の選手についていこう。うん、結構速いな。おお、6位の人。おお、やべ、滑る。おお、なんだ、6位の選手がミスって、7位の選手がそれに釣られちゃった感じか。うん。飛びすぎたんだな、多分。よし、まあいいや。そんなことは気にせず。多分また抜いて、おぉ、アグレッシブだな。後ろがやり合ってくれたら、それはそれで嬉しいですけど。こっちは巻き込まないでよ。やべ、うわ、ギア落としすぎた。はい、ちょっと離れた後ろ。前にも、あー、やばい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 、やっちゃった。やっちゃったー。やっちゃった。アウト膨らみすぎたわ。そうだよ。これタイヤ消耗7倍だから、結構早めに消耗が来るんだよ。忘れてた。まだ3周目だけど、結構きつくなるんだよな。うわぁ、下手こいた。11位の選手を抜かすとかな、なんとか。かなり前と差が開いちゃったな。そう、いいところ行ってたんだけどな。突っ込みすぎた、突っ込みすぎた今の。今日スリップ、スリップ避けるね。トマホークの方が有利だぞ、この直線は。スリップ圏外だな、これ。離されてるの？ブレーキング、次。早すぎた、ブレーキ早すぎた。切りすぎた。イエロー、誰かやっちゃったか。おお、ごめんない。外タイヤが
3周というか、じゃあミディアムタイヤもう1周走った方がいいのかな。ほいし、ミディアムタイヤ4周目突入。邪魔だこれ、あー邪魔だ、前に出たかったな。まあいいや、ちょっと引っ張ってもらおう。そう、やべ、ブレーキ遅れた、ブレーキ遅れた。全然走れねえわ。ああダメだこりゃ。ごっつい、1.1 秒も離れてるからスリップ圏外だよな。わかんねえ、やっぱりここわかんねえ。アウトに膨らみすぎ。後ろが来てる、速え。うわ、ぶれ。はい、ソフトタイヤ給油しない。うわー、途中のミス、壮大にスピンしたの嫌だー。やっちまったよ本当に。かなり落ちた、12番手。あー、こっからはソフトタイヤで攻める。誰だお前は、ジャガーか。そこは負けるな。うん。はーい、ええやん。こんなに差があんのか。っていうとさ。いい。まずは追いつかないことには何もできねえから。ういあれで無視か。よし、
入るけど、速いなぁ、ジャガーの加速。そんなに速いのか。ただ、コーナーが結構遅い。やった、ごめん。独占速い。という間に離されるわ。つけるね。あやべ。ヒットインしないね。離される。スリップ入ってもこんなに違うのか、スピード。はい。で、こうまた離されちゃうでしょ、直線。はい。こんなに差が出るのか。コーナーは辛そうだな。はい。おおう。追いつけねえ。ジャガーに追いつきたいけど、あれジャガーでいいんだよね。コーナーを追いつける。ダメだ。コーナーで追いつくだけじゃダメだ。コーナーで前に出ないとダメだ、これ。追いつくじゃダメ。食らった。食らんだけど、これはさっきのシュート同じだな、ここは。で、ここで前に出ても、どうせまたスリップでやり返されるから、ここはいい。押す。どうやって抜かそう、あれ。なかなか抜かせねえぞ、あれ。うん。やっぱ、テクニカルセクションでなんとか抜かすしかないよね。ここを死ぬ気で攻めるしかないもんな、もう。それしか勝ち目ねえもん。怖いな、なんか。そう。よし。でもこのタイミングではダメだ、まだ。これを、ファイナルラップ、ここで、この週にやんなきゃいけない。滑ってんね、かなり。俺がしんどいな。スリップに入っても離されるっていうのはなかなか苦しいぞ。イエロー。
やっちゃったか。どうやって抜こう。考えろ。考えないと。あの橋の前までに。おーっと。ごめん、ちょっと押し出しちゃった。タイヤが辛そうだな。タイヤの差を使って。うお、怖え。ふらついてんな。タイヤの差を使って、走れ、橋の前に抜く。ここで、インに入り、あー、ダメだ、ダメだ。前に出れない。どうやって抜こう、これ。これ前に出るか。やべえ、インガーべったり締めてきやがる。アウトからいけ。あー、ダメだー。もう一台後ろにいる。もう一台後ろにいる。いや、いいぞこれ。こいつのスリップも使える。二台まとめていく。インから行く。あー、ダメだ。うおー、この区間はトマホーク、ああ、ごめんなさい。助けちゃった。この区間はトマホークが有利なんだよ。これ1台、1台。ああ、ダメだ。やばい。フォーサイト、ああ。おぉ。イエロー。うわあ。うわあ、抜けきれなかった。悔しい。もう、いやー、難しいな。あんなにドバって離されちゃうとなかなかやりづらいや。最後惜しかったな。もうちょっと頑張れば抜かしたかもしんないけど、抜かしたかな。どこでどう抜けたんだろう、あれ。もうあんな曲がりくねった場所で、因果はがっちり塞いできてるから。難しい。難しいけど、まあ、なかなか楽しいレースでした。ありがとうございます。